鬼越トマホークの最終回ラジオ。さあ、ということで、始まりました。始まりましたってか1回目ですよ、これ。どういうことですか、最終回ラジオっていうの。これをいろいろ話したんですけど、はいはいはい、結局その、まあ、僕らは今回日本放送にも TBS にもレギュラーできなかったじゃないですか、ラジオで、はいはいはい、ね。だから、マジラブさんとぺこぱさんと、あと、まあ、フワちゃんとかで新しい人そう入ったけど、その中に入れなかったんで、うん、まあ、一応ね、何かしらのラジオができることを目標に、YouTube ラジオ的なやつをちょっとやろうと思って。 TBS ラジオとかでもなんか後ろシティさんの後が鬼越トマホークなんじゃないかとか勝手に言われて、勝手に逆恨みみたいなのされてたけど、何の話も来てません。何の話も来てないですよ、はい、なんで一応ね、そのラジオが、まあ、できることを目標に、はい、最終回ラジオというネーミングもいつ最終回になってもおかしくないと、うん、それぐらい僕らも攻めるし、言ったら決まった瞬間にやめる覚悟があると、ね、この YouTube ラジオは決めてくれたら、うん、だからそれまでちょっと続けていこうっていうラジオです。でもそれは俺、うん、今知り合い捨てにやっぱ日本放送のために1年間体張ったわけじゃん、まあそうだね、で怒られていろんなとこから、うん、でナイナイさんからもナイナイさんのラジオも出てさ、もう賛否両論というかピの方が上、まあ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 、で矢部さんもね、テレビで、そうそうそう、共演 NG は鬼越トマホークです、そうそう、で結局言われた、ね、面白い感じにもならなかったじゃん。矢部さんがもともとあんまり面白くない人だから。いやいや言うなよお前、それのせいなんだよ、ずっとずっとそれのせいでこうなってる。じゃあ面白いんですかって話なんですよ。いやだからりょうちゃん、ダメなんですよ、その、じゃあ表現して、矢部さんを今日、金ちゃんがどういう人なの。だから湯豆腐みたいな人だね、人に優しい湯豆腐、体に優しい湯豆腐、これって素晴らしいことだと思うの。いや確かに湯豆腐って、あ、ごめん俺、うん、めっちゃしっくりきたわ、うん、やっぱ柔らかいしね。りょうちゃん、俺はやっぱ思ってたけど、やっぱ面白い面白くないで人を決めちゃダメよ。やっぱそこにはやっぱ愛があるわけじゃない。で、そこの例えで、俺らってどれだけ笑わせられるかっていうのはあるから。めちゃくちゃバカにしてないでも、矢部さん。いや、してない、してない。湯豆腐みたいな人。体にめちゃくちゃ優しいよ。それはね。だからそういうふうな、これからね、俺らね、そういう武器もやっぱ身につけていかなきゃいけないから。じゃあ何も、ね、食べ物の表現でディスっていけばいい。そういう、もうそれもあるし、いろんな。岡村さんはどんな人、食べ物で言ったら。岡村さん、うん、岡村さんか。岡村さん難しいな。なんだろうね。まあ、なんだろう。マンゴスチンみたいなことなのかな。ただそれ、ハゲてるだけなんだよ。なので言って、岩尾さんもマンゴスチンやばい。ハゲてる人全員マンゴスチンみたいな。だむずいけど。あ、でもいいね。うん、これコンプライ引っかかるね、食べ物で。要は、面白い面白くないで言うよりかは、そうなんつうの、違う方向から攻めていかなきゃ、やっぱ。お笑いだから、そう。でも、極楽の山本さんも矢部さんのこと面白くないって言ってたんでしょ。面白くないとは言ってない。なんて言ってたの、まあ、矢部もそういうとこあるからなとは言ってたけど。面白くないところあるからな。面白くないところがあるとは言ってないよ。別にまあ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 、まあそうなるわな、みたいなことはね、前ご飯食べた時は言ってましたよ。よし、そんなことはいいのよ。ね、あ、俺何で言ってたんだっけ、あれだわ、違うわ、1年間だから日本放送のために俺体張ってさ、うん、でラジオも正直不得意じゃん、ラジオの知識もないし、まあね、うん、今まで聞いてこなかったから、うん、でも一生懸命自分なりに頑張って、言っちゃいけないこととかも言ってさ、ギリギリを攻めていろんなとこから怒られて、ナイナイさんのラジオ出てもニューヨークに一言も喋らさずにね、命を懸けて、いやいや命を懸けた結果だよ、本当に。もう永遠のゼロみたいな感じで、もう本当に帰りのガソリンは入れずに突き進んで、言ったら神風特攻隊みたいな。そう、あんなに簡単に捨てるの、日本放送俺らのこと。いや捨てるっていうか、いやルーちゃん、あそこまでやれって誰も言ってないのよ。で気づいてないかもしれないけど、ルーちゃん、うん、俺とニューヨークが笑ってた時って、これまずいなって思った時に笑ってたから。あれこれまずいな、あーって、もう本当に竹谷のもう笑い屋みたいになってた、俺ら。観覧の人？いやいや、本当に。全然無表情で笑ってる女の人とかいるじゃん、たまに。観覧で。今はね、あんまりないけど、それと一緒なわけよ。だから、りょうちゃんも、いや、別に俺は攻めるしでもいいと思うけど、やっぱそこのやっぱり、押し引きもちょっと気にしてほしいな。俺は日本放送恨んでるから、うん、今もうどうにか人脈で、うん、俺は、また西野さんとか、キングコングの西野さんに連絡取って、どうにか、うん、
ホリエモンとつなげてもらってまた買収騒動を起こしてやろうかな。それで俺らがもうそのホリエモンが日本放送だ。そうそうそう、ホリエモンと2人で、うん、オールナイト日本ゼロやる。や買収しといてゼロやる。やそこまでしてやりたくないのよ、うん、もう、うん、俺らも。なんでさ、なんでゼロなの、ね、買収してゼロ。一部でやらせろよ、うん、一部は霜降り。霜降りは強いからね。月から金まで霜降り。いやいや、それ霜降りのラジオだから。オールナイト日本でもなんでもない。まあ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 、お天気のノリさんにする、ね、月から金まで。いやいや、それなんで文化放送だっけ。なんだっけ。お前いじんなよ。いじってないよ。そのシステム良くないよ。文化、別に俺、ぶっちゃけていい、うん、ね。お天気のノリさんは食べ物で例えると何、まあ、食べ物じゃない。まあ、食べ物とか、ちょ、その大喜利やめよう。ああ。もう矢部さんのしか正解持ってねえから。湯豆腐しか。いや、ぶっちゃけた話、別に日本放送とか TBS ラジオじゃなくても、もうナックファイブとかさ、やだ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 、文化ラジオとかでもいいのよ。やだ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 、ナックファイブやだ。いや、だからその独立リーグとかでもいいから、やだやだ、ぶっちゃけ。やだ。そう、一応、プロとかじゃなくてもいいのよ、やっぱ。そう、独立リーグの方で、ちょっとずつやらせてもらうでもいいのよ。やだよ。でも、りょうちゃん、俺らなんてそうよ、もう打率なんかもうさ、じゃ金。たまに、金がいいとこ。金がいいとこか、いやいや、名前があるとこ。はっきり言うよ、うん、ラジオで金なんかもらえねえから、マジ。だったら、名のあるとこよ。まあ、そうか。まあね。ナックファイブでやって、いやいや、ナックファイブはちょっと言い過ぎた、ごめんごめん。ナックファイブ言い過ぎた。あれも埼玉、そうだね。あの、もう埼玉の独立リーグだから、あれ。ナックファイブは、ナックファイブは。ナックファイブは、ちょっとこの間出たから調子乗っちゃったから。食べ物で例える。ナックファイブは何？ナックファイブ、ところてんだね、もう。うん。あの、無味無臭だから、ナックファイブは。うん。頑張っても。頑張っても別に、あの、カロリー一切ないし、体に何の害もないし、ナックファイブって。確かにカロリーはないわ。カロリーないが。出る時も、そうそうそう。誰も聞いてないしね。うん、そう。だからまあそれもあるから、まあちょっと、ちゃんとした名のあるところに、僕らがラジオできるまで、ちょっとこの最終回ラジオちょっと続けていこうかなと思って。最終回ラジオなんだね。そう。ちょっと、もういいっすか、一個。あ、いいっすよ。どうしても言いたいんで。僕らのラジオだから、はい、放送禁止用語とかないし。ないし。うん、まあまあまあ、あのもうオンラインサロンっていうね、清原だけ僕らやってる。いやもう清原逆にいいよ、今も。めちゃくちゃ人気出てるから。YouTube で。うん。すごいね。まあ、この間、私事ながら、子供が生まれまして。ああ、はい、人間の人間のです。それそうだろうね。ね。で、生まれて、男の子生まれたんですけど、まあ、生まれてから、まあ一応、爆笑問題さんには、子供生まれましたみたいな、番組で言ったのね。心配症？心配症で。はい、はいはい。言ったのよ。そしたら、この間もう、昨日か。一昨日？もう、あれよ。昨日じゃない、昨日。タイタンの。タイタンのダニエルズさんと一緒だったんだ、ね。ダニエルズさんと一緒で、そしたら、まあタイタンだから同じ道だから。ダニエルズさんが俺、うん、タイタンのことを初めて知ったわ。まあね。鍋プロっぽくない、うん、見た目。りょうちゃん、すごく話しづらいから。そう。ダニエルズで広げようとしてるから。あ、ごめんごめん。ごめんごめん。ねえ、一応これでさっと話して。ごめん。やべ、やべって言ったね。いやいやいや、やべってね。やべさんそんなことも言わないから。うん、で、ダニエルさんの、まあ、マネージャーの人から、いきなりコンコンって来て。いわゆるタイタンの社員さんだよね。そう。から、うん、あ、すみませんと。これ爆笑問題からですって言って、ご祝儀を。いただいて結婚の時ももらっていやいやそうでしかもさ会ってその場でくれるなら分かるけど、うん、まあ会わずに普通にそのマネージャーさんに託してそれをこの間要は田中さんの代わりにラジオも出てもらったんでっていうことでもらってご祝儀、うん、無礼だないやいや渡し方がいやいや違う違う違うもうそんなこと言わないで俺が言ったことみたいになっちゃうからその俺はもう感謝してんのよで、まあ、ご祝儀で、まあ、正直さ、関係性は、ま、あるから、まあ、それも嬉しかったんだけど、ね、ご祝儀くれてる人もいたから。で、もう一つちょっとこれどうしても話したやつがあって。学？え？学？学？学教えてくれる？学じゃねえよ、お前。そういうのって学って絶対言っちゃいけないんだよ。学はオンラインサロンで喋るから。皆さん、そう、最終回ラジオはオンラインサロンに入れるためのラジオですから。はい、オンラインサロンはね、月1000円で入れるんで、ぜひね。はい、そういうところでは。学オンラインサロンで言うの？言うよ、そりゃそう。当たり前じゃん、そんなの。ダメだよ、こんなお前、誰でも聞けるようなラジオって言うわけねえだろ、こんなお前。オンラインサロンでは、うん、爆笑問題さんからもらった、ご祝儀、結婚ご祝儀と、子供ができた、出産祝い。プラス、ニューヨークの月収を毎月発表していきます。うん、それはもう、ちゃんと言っていこう、俺らがね。だからそれもらって、はい、まあ、それオンラインサロンで喋るんだけど、あともう一個さ、すごいやっぱ、
まあ、すごいなと思ったのが、うん、あの前日ね、うちの、まあ、子供が3月15日最高の日に生まれたんですけど、うん、俺の彼女の犬と同じ誕生日一緒にすんなっつってでも今さ犬と一緒にすんなもちょっと言いづらいのよ、いろいろご時世あるから、ね、で3月14日に仕事で、まあ、一応アベマの方で競輪の番組出させてもらって、でそれ河本さんも一緒で、河本ひろとなわけねえだろ、まあ、競輪の番組来るかお前アベマの前どれが来るんだろうなって言わないだろ河本ひろと前ね、邪魔しないでもらっていい、その小ボケおじさん、えね、小ボケおじさんってこと、お天気のノリさんってことですよね小ボケおじさんなの、そんなことない、ね、そんなことないいやだ今屁こいてるジェスチャーしてんじゃねえか小ボケおじさんじゃねえか、そんなことない、いやだからそのレッドカーペット世代だからさ、3月10日に河本さん、あの次長課長の河本さんと、うん、まあ競輪の番組をやらせてもらって、ね、で、はいはいはい、要はまあ俺次の日が子供生まれるんだけど一応まあ隠してて、うん、まあ、どうなるか分かんないし、そしたら りょうちゃんが、いや金ちゃんもな、まあ、あのあれだよなって言って、明日大事な日なんだよなとかって言ってきて、いや、まあ、言うな言うなとか言ったけど、いや何何ってなって、まあ、実は明日子供が生まれるんですと、まあ、言わなきゃいけない空気になって言って、そしたらもう河本さんが、うわめでたいやみたいな、めちゃくちゃすごいなっつって、じゃあもう3月15日に生まれるから、じゃあ最高315でずっと俺かけるわみたいな、で、うん、かけて勝った分ちょっともう金ちゃんにご祝儀として渡すからつって、ずっともう9レースぐらいずっと315かけてくれてたわけよ、ずっとね。で、あ、河本さんもそんなにもう4回ぐらいしか会ったことないし、共演もそんなしてないからありがたいなと思って、ご祝儀かけた分っていうか、あれポイントじゃない、まあまあポイントだけど、うん、まあ、一応その番組上ではね、あ、なるほどね、そうそうそう、あのポイントがもしあそこ行った当たった分金ちゃんにあげるよみたいな、めちゃくちゃ自分に得ないのにってことでしょ。いやそうそう、めちゃくちゃいい人じゃん。そこまで仲良くないから、うん、俺はね初めてがっつり共演かもしれない、ね、そうそうそうぐらいだったから、いやありがとうございますとかって言って、で放送終わって結局315来なくて、まあ盛り上がったんだけどね番組的には。で控室行って帰ろうかなと思ったら、いきなり河本さんがコン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 って来て、俺らの楽屋に、楽屋に、で、お、お疲れ様ですって言ったら、金ちゃんみたいな、あの出産おめでとうっつって、で、あのこれちょっと俺財布にこれしかなくて、ちょっとこれしか渡せへんのやけど、ちょっとこれ もらってって言われて、財布にある全額を、ね、全額、いやいや河本さんマジで申し訳ない大丈夫ですみたいな言ったけど、いや河本さんいやいや、この吉本先輩やし、もうおめでたいことやがこれはっつって、バッてもう手握られて、手にこう、まあね、まあ、お札はあったけど、その時グッて握られて、あ、ありがとうございますみたいな、ほんまにおめでとうみたいな感じで言ってくれて、うわ、河本さんなんていい人なんだろうって言ってて、パッて開けたじゃん。そしたらそこにあったのが3万1500円入ってて、最高。むちゃくちゃおしゃれじゃん。むちゃくちゃおしゃれなもう渡し方じゃん。お金ないって振ってるのに3万1500円でさ、すごいじゃん。で、まあ嬉しいわーって言ってたけどさ、ちょっとまあ申し訳ないけど、俺りょうちゃんを笑わすために最低なこと言ったの覚えてる？覚えてるよ。俺が言っていい？それ金ちゃん自分で言う？じゃあ、いやいいよ言うわ、うん、りょうちゃんがいやいや3万1500円おしゃれだなって盛り上がってる時に、いやちょっと感動したよね。いやなんか、あれはもうやっぱ昔の芸人だからね、うん、で実際さ、うん、そのこういう話聞いてちょっとキザだなと思う人もいるかもしれないけど、渡し方が自然だから。いやいやそうなんだよ。で楽屋に訪ねてきてくれてさ、でしかも今日持ち合わせないからこれしかないやって言っといて、うん、3万1500円だから、うん、うわありがたいやって言ったけど、やっぱ3万1500円だ。3月の15日が3万1500円なのかつって、これもし12月31日だったら12万3100円もらえたのかなって言って、そして俺はねお前に笑ってほしかったわけよ、りょうちゃんに。結構面白いボケじゃないこれ言ったら。そしたらお前ほんと最低なやつだなっつってさお前から言われてさ、で面白いが面白いよね。それはせめて河本さんがいるときに言ってほしかったよ。そしたら失礼ボケになったかもしれないけど、河本さんが帰った後小さい声で俺に言ってたからいやそれお前に笑ってほしかったの俺は。いや俺もこんな性格だけど、うん、いや河本さんマジでいい人だなって、うん、やっぱああいうね過去のトラブルもあったから、うん、あの人の痛みを知ってるんだなって言ったら、うん、金ちゃんがちっちゃい声でささやきおかみの距離で、12月31日だったら12月3100円だったのかもしれねえな。いやそんなこと言ってそこまで笑って、でもその後にお前が言った最低な一言もあったの覚えてる？
俺12月31日やったら12万3100円かもしれなかったらってわーって笑ったら、いや1万2310円の可能性もあるよってお前言ったんだ。覚えてない、ね、だから同罪だから、同罪。でも俺はこれなんで話したかったかっていうと、これを喋る場がなかったわけよ、小本さんのその心意気を。わかるよ。うん。で、どうしてもやっぱりさ、小本さんもいろいろあって、うん、今、まあちょっとテレビ、全盛期よりかは出てないじゃない。全盛期より出てない。でも、あの人のすごいとこは、このもん、あの問題風化して、うん、まあ風化って言い方も失礼だけど、そこは別に。毎年、岡山にボランティア行ってるからね。うん。あの人知れず。確かにね。で、これを、いろんな事件を起こした芸人いるけど、パフォーマンスでなんかボランティア活動とか行く人いるけど、ちょっと年月経っても行く人行ってんのかいって話じゃない。それは別に行けって強制じゃないけど。だからそれはそう。だから、もう小本さんに関しては、まあそういうのもあったけど、まあ、こういうね、おしゃれなこともしてさ、そこまで仲良くない後輩にこういうことができるわけじゃない。ね、自分の親の問題じゃない。自分の問題じゃない。まあだからそこは、じゃ別に言わなくていいよ、そんなに。そんなには、もう風化になってる。いや、俺は言うよ。いやいやいや、あの、そこは濁してるとか、別にもう終わった話だから。でも、それはね、でも終わったけど、ね、ずっとあの人は、まあコロナだから今は行ってないだろうけど、うん、多分1年に何回か、岡山とかボランティア行ってるんですよ。まあ僕は聞いたんです、それを、そういう話を。まあだからそれは、そうだね。だからそれで。立派よ。それはね。やっぱこういう。事件とは別で立派なことだと思うよ。まあ、毎年毎年。何が言いたいかというと、もうそんだけ後輩のこともね、うん、もう思ってくれてる人に、もっと出てほしいなというか、僕ら見てたから世代として。いやいやいや。上からじゃないけど。いやいや上から言ってるよ、お前。いやいや、違う違う。出産祝いもらった人にもっとテレビ出てほしいな。いや違う違う。だから、こういう話もしとかないとさ、うん、ああ、鬼越トモホーク流のいい話で。そうそうそう。だってもうそれはそうよ。だって、こういうのってやっぱ話さないとさ。それは別に、で、どっちが多かったの？河本さんと爆笑問題さん。いや、正直見てねえんだよな。うん、爆問さん。わかるでしょ、予想で。いや、多分まあ河本さんじゃない普通に。普通に考えて。まあ、別に、爆問さんも別に本当に、俺、まあ、ちっちゃいやつでもらったから全然、本当に見てない。まだここに入ってるから。その額を、この。まあ、オンラインサロンではね、発表します。このラジオでは言わないですよ、そんな。いや、それも最低なんだって。こんなクソみたいなラジオで。そんな。え、月が第1回目で言うわけないでしょ、そんな。誰が聞いてんのか分かんない。これサンプル動画ってこと？ DMM とかでいる。だからこれでいいなと思ったらオンラインサロン入ってもらって、そしたらもっと流暢に、いろんな芸能界の闇とか、いろんなこと喋るよ。モザイクも薄くなってる。いやいや、そうそうそう。ほぼ無修正でしょ。でも長いでしょ。30分もさ、要は動画でさ、うん、サンプルでやってるわけだから。うん、それで、長いね。それで、たまにあの、サンプル長い AV メーカーあるけどね。最後さ、内容に自信ある。全然やらないのな。あ最終的にインタビューとかだけ流すやつね。はいはいはい。そういうことなのよ。まあ、オンラインサロンではもうまた本当好き、まあ、コンプライアンスないから、正直ね。はいはい、もう好き勝手めちゃくちゃ喋るけど。でも、ここまでハードル上げてますけど、うん、あれ、芸能人デビュー AV のサンプルってあの、本当に引きずるじゃない、その裸を出さずに。それ買わせるじゃん。うん、でも期待外れの時あるじゃん。その可能性もあるんでしょ、オンラインサロンで。いや、ぶっちゃけして言っていい？うん。ないね。えぇ？オンラインサロンは。俺が言うのもなんだけど、俺いろんなところ走り回って今ゴシップをもう全部かき集めてきてるわけ。全部吐き出してる。正直、まあこのここ名前は言えないけど、この間、まあ、その、有名な俳優さんと飲んだ話とかもしたでしょ。ああ。これ名前ダメだよ、本当に。で、その中の、まあ、飲んだ話とかもしたし、うん、俺いろんなとこ今行って、アカデミーレベルだもんね、日本アカデミー賞レベルの話、ね、だからそういうのも やってるし、うん、まあ、もちろんオンラインサロンでも喋れないことはあるけど、うん、全部喋ってるわけじゃないけど、うん、俺それのために今もうひたすらいろんなとこ行ってるから、うん、だからそれはねちょっとね、飲んだ俳優さん高畑裕太君だっけ。いやいや飲むかそんなのそんなお前、うん、え、なんか何とも言いづれわ。いや、この間たまたま YouTube 見てたらさ、あの筋肉番付の高畑裕太君のやつ出てきて、うん、あの戦ってるやつでしょ。あの人すげえな。メンディーと一緒に押し合ってるやつでしょ。身体能力、うん、あれ結構関連動画出てくるよね。復帰、筋肉番付から復帰でもいいんじゃないかと思うよね。まあでも難しいよ今本当に。
なんか分かった。じゃあ、ザ筋肉 TV からでいいよ、じゃあ。え、筋肉さんの、はい、はい。いや、あれ腹筋ならないでしょ、別に。え、今、腹筋って言わなかった今。腹筋ならないでしょ、あれ。あれ何筋肉復活すること腹筋って言うの、腹筋ならないから、ね、今日、神がかってるね、君。子供生まれたから。いや、そんなことないよ。だから、あとは、もう一個子供関連でもう全部話していい？いいよ。あったから。一応ね、まあ、なんつったらいいのかな、まあ、お昼に、その、服の展示会あって、知り合いの社長さんに呼ばれて行ったの。はい。で、嫁と一緒にね、ちょっと前に。お前、服の展示会なんか行ってんの、うん、アントニーやん、それ。いやいや、だからアントニーだ、行くでしょ、だから。アントニー一緒だよ、見てみろ、ほぼアントニーだから。アントニーずるいのが、服の展示会行ったらみんな買うのよ、芸能人って。見栄を張るプラスブランドを応援したいから、うん、あんたにタダでもらってそれを着潰した後に太ってる後輩にあげてリスペクトさせるっていう、もうちょっと一個ルパンみたいなことしてるから、もうあんたに俺がエピソードとか話し出したら一個は絶対するんだよ、その関連で一回終わらせてもらって終わらせてもらっていい、俺一回終わっていい、終わってからそのアントニーながら盗んだ、いやいや違うのよ、その違うところ膨らましちゃってるから、もらってきたような盗んだ商品を後輩に流してる、ルパンとか石川五右衛門みたいなことしてるのよ、変な例えしてるけどずっとね、それでリスペクトやるって、アントニーでずっと走ってるけど俺がさ展示会どれ展示会って話で、あのお題で展示会で今話していいわけじゃなくて1個話してって言ってるあるから、展示会っすで、りょうちゃん話してるの全部ただの悪口だからね。いやエピソードトークでもないし。アントニーすごいね。人柄だけで生きてる。アントニーの話もういいんだよ、もう。引きあるでしょ。ねえよ、アントニーなんか今は。最近水曜日のダウンタウンにも呼ばれてねえんだからさ。ひどいな。なあ。唯一のレギュラーって言ってたから。ふなっしーにこびてる、まあ。アントニーも頑張ってるけど、いいですか、ふなっしーと高知ロケでカツオやってる。アントニーの情報いいわ。てめえだけなんだ、アンドリーの情報で盛り上がってんのよ。フラッシュが火に近づきすぎてちょっと焦げてたから。石川のね、石川のロケとかも行ってるけど、アントニーは。いいか、アントニーの時はアントニー会でまたやるから。ねえよ、それ。アントニーで30分トークって。いやいやいや、アントニーゲストだったら。誰が聞くんだよ、お前。アントニーゲストならいいけど、お題アントニーで30分トーク。アントニーとオートニーの始めた YouTube もお前。180人しか登録していないから、お前もう無理だよ、そんなもん。会いたいね、その180人。いいんだ、アントニーの話はもういい。ちょっと一回分かった。で、その袋展示会行ったの、嫁とね、呼ばれて。アントニー、アントニーはいいやつだ。アントニー出すなよ、すぐ。皆さんどうにかして服の展示会行ってみてください。アントニーいますからね、大体。アントニーはいるよ、それは、うん、ね。で行って、そしたらどういう系の服の展示会？スポーツ系ね。スポーツ系ので、行ったらさ、ちょっとその真剣佑くんがあのいらっしゃって、俳優のね、新田真剣佑、はい、千葉真一さんの息子さんの、はいはいはい、で実際一回あのうちのガヤがすみませんっていう、まあ、番組で僕ら真剣佑くんがゲスト来てくれて、まあまあ僕らがガヤ席にいてゲストですよ。で雲の上の存在ですからね。真剣佑くんと俺がその新宿2丁目でどっちがモテるかみたいな。俺もいたんだよ実は。そうやってて3対俺でも17ポイントで、まあ、マッケンユークに勝ったんで、1回ね。17対3、4ぐらい。まあ、わかんないけど、うん。で、その時以来、まあ、に、の後に、ドラマで、また共演して。したね。うん、で、その時、うん、もう俺ちょっと覚えてないだろうから、まあいいやと思って、ちょっと挨拶どうしようかなと思ってたら、向こうから来てくれて、あら、前、うちのガヤがすいませんで、あの、本当にお世話になりました、マッケンユーです、みたいな。うわ、こんな俳優さんが、俺らにこのわざわざ来てくれるんだと思ってさ、来てくれて、めちゃくちゃテンション上がったよ、それでね。負けたからじゃない？2丁目の、あの、いや、だからその、2丁目でどっちがモテるかで、金ちゃん負けに勝ったの。その話もした。だから、うん、あ、2丁目の勝負のやつですよね、つったら、うん、あ、そうです、そうです、みたいな。あの、覚えてます、みたいな感じでちょっと盛り上がったのよ。うん、で、それ以来にまた会って、そっくり展示会でね。展示会で。うん。そしたらもう、負けにも優しいからさ、あ、この間のドラマ以来ですよ。本当に出ていただいてありがとうございました、みたいな。めちゃくちゃ律儀に言ってくれて、で俺もちょっと鼻高いわけよ。やっぱ嫁連れてきてさ、真剣佑くんが俺にありがとうございましたって言ってるわけだから。でも真剣佑くん出ていただいてありがとうございますって、真剣佑くんが撮ってるわけじゃないから、その日本語はちょっとおかしいよね。わけではないけど、やっぱレギュラーで出てるから真剣佑くんが。なるほど。で、 ありがとうございますみたいなこと言って、うん、じゃあもうせっかくやからちょっとあの、まあ、社長がね、はい、あの真剣佑あのイケメン生まれるようにあの嫁さんのお腹撫でてあげろよみたいなこと言われて、ああいいんすかみたいな。でこっちはさ嬉しいじゃん、もう嫁も喜んでる、マッキーユくんだみたいになってるから、あ、じゃあ分かりましたっつって、でイケメンになれないっつって、マッキーユがもう腹撫でてくれてさ、
なでなでみたいなしてくれて、嫁もやっぱもう、もうハートマークになってる、目がね、めちゃくちゃもうかっこいいから。マッケイブで一番かっこいいじゃん、芸能界で。いや、リアルな話。まあ、俺も正直、ね、いろんな人見てきたけど、うん、マッチョだしね。そうそう。体格もいいから。そう、マッチョだから、いや、よかったねっつって、で、喜んでて。で、俺が、まあ、息子ね、お腹にいる息子に、よかったなっつって、触ろうとしたら嫁だよ。初めてよ。やめて、イケメン生まれなくなるから。マッケイブの遺伝子いるわけじゃないのよ。俺の遺伝子がすでに入ってるのに、やめてっつって、イケメン生まれなくなるからって言われてさ。で、マッケイブも笑ってはくれたけど、いや、嫁って俺に怒ったこと一回もないの。わかるよ。ベタ惚れしてるもん、ね。好きだから。俺のことが好きだから、ね。金ちゃんが、他の女にモテないかずっと心配してる人だもん、ね。心配してる、そう。好きなのはもう俺と、サンドウィッチマンの伊達さんと、ケンコバさんだから。もうその、もうそこなのよ。あと、佐々木健介。佐々木健介、ええ。そう、そこなのよ。だからもう初めて嫁に怒られて、でもやめてみたいな。生マッケイユ見たらもう一瞬で惚れちゃった。惚れちゃった。いやいや、どうすんのみたいな。もう私のマッケイユ触ってもらったんだろうつって。で、俺もまあ、いやいや、もう俺の遺伝子すでに入ってるから大丈夫だよみたいなこと言って、めちゃくちゃバーって、まあ、笑ってはくれたんだけど、だからもう俺、あの千葉真一さんの多分育て方がめちゃくちゃいいんだと思うんだよね、マッケンユ君は。なるほどね。マジで。そんな、下民にも優しいと思う。いや、そう。これはね、下民、金の夫妻なんか下民なわけじゃん。まあ、ゲゲ民のお前らのカップルには負けるけどね。本当に。いや、ゲゲゲ民じゃん。いやいやいや、ゲゲゲゲ民じゃん。ゲだから、ゲゲゲゲゲゲ民じゃん、もう。ボボボーボボーボーの。いやいや、それ俺の髪型ね。そう、うん、これ声だけらしいですよ。いや見た目いじり、やっぱ俺らが違う違う違う、どれだけ見た目いじりに、これ聞いてるやつよ、俺の見た目知ってるって。知ってる。なんで初めてのやつがこれ聞くんだよ。いや、俺やっぱ初めての2人に聞いてほしい。あと、あれ画面のところで俺ら2人なんか笑顔のやつがあるから。サムネ、真っ暗なの。え、わかんねえじゃん。サムネ詐欺するかもしんないから。サムネでクロちゃんとか入れててもほな聞くんじゃない、もう逆に。サンドイッチマンさん、サンドイッチマンさんとかさ。そう、でもサムネで他の事務所使うとダメですからね。まあ、だからちょっと、まあこういう話もちょっとね、ほっこり系の話もあって、まあしたかったのよ、初めてだしね。まあこれからはちょっとどれぐらいでやってるの、俺週1、2週間に1回なんか、まあ取れたらね、やっていきたいね、うん、俺らライブ出てないからさ、今話してるのがだからオンラインサロンとかそういうところでしかないから、そうだね、ちょっと使えないトークばっかなんだよね。本当に、うん、そうだね。もうこの間さ、シャブがさ、みたいな、遠くから始まるわけじゃん。もうダメよ、絶対、そんなの。本当に。俺らがシャブやってるわけじゃないですよ。テレビで使えないからね。シャブ系の、ゴシップを聞いてきたんだけどって話。シャブ系男子、シャブ系男子ね。うん。まあ、実際、シャブはさ、俺らも全然手つけたこともないし、手つける気もないじゃん。ちゃんと芸能界全う行ったけど。それはそうよ。どんな感じなの、予想で言うと。シャブやったら。さあということで。え、やったことある人のさ。ここから先はオンラインサロンで。いやいやいや、ぜひお願いします。え、なんか聞いたことないの、はい、シャブ経験者じゃないけど。いやいや、ないよ。まあまあ、それは、ようじゃん。うん。シャブの話は言っても散々してきたんだから。そんなオールナイトニッポンとかでも。ね。だからまあ、こういう感じでちょっとね、まあ、ぐだぐだとちょっと続けていくんで、ぜひね、これからも、まあ、更新しますんで、聞いていただければと思いますんで、はい。なんで以上です、りょうちゃん。なんで金ちゃんの幸せな話を聞いて、俺が、なんか。お前が不幸せだからだよ、本当。少しでも分けてあげたいのよ。りょうちゃんってやっぱ嫌われるために生まれてきたじゃん、その人から。誰っす。俺、見てらんないんだよ、やっぱ近くで。かっこよくない、それ。人から嫌われるために。だって、今、正直友達いる？いるよ。でもさ、あれ、いやいや、あれでしょ、後輩にさ、おごるから来いよって、無理やりモグラとか刺身とか連れて歩いてるだけでしょ。裸の大将だから、それ本当に。裸の王様。何その、モグラとか刺身とか、うん、そう。そのワード。で、だからもう、桃太郎よ、ほぼ。ね、モグラとか刺身とか、刺身そういう、犬とかキジとかさ。桃太郎であり、サルカニガセであり、ウスとか。うん、だからそれだから、まあ一応、それもね、まあ、今日ちょっとハートフルな話もいいじゃないということで、まあね、今回は、まあ、こんな感じになりましたけども、ハートフルな話聞くと腐したくなっちゃうんだよね、はい、だからこの後はちょっとオンラインサロンの方もあるんで、はい、あ、本番ね。そうです、まだ前期でしょ。まだ前期です。まだもう全然指でコスコスしてるだけよ、本当に。あ、そう、はい、ということで、本日は以上です。子供はどういう体で、ありがとうございました。